はい、おはようございます。アザラシの175日目でございますということなんですけども、まあ、今週も特に動きはないです。植えた種とかのやつが芽になってその様子を伺うぐらい、まあ、動きがあるとしたらなんか肥料が買われてるな、うん、牛糞とかが買われてる。どこに入れるつもりなんだろうね。もうあとここぐらいしかもう残ってないもんね、場所が。わらピーマンとかもう11月に、まあ、まだ10月だけどハロウィンですね。今日はハッピーハロウィン、ハロウィン要素なし。まあピーマンとかまだ取れるもんなんですね。マリーゴールドが満開です。で、そうだな、俺そら豆植えたいなと思ってたんだけどな。この肥料本当どうするつもりなの、どこに入れて何を植えるつもりなのか、どこに入れて何を植えるつもりなのかわからない。で、レタスとかキャベツが一応定着してる。でも見ないとね、よく見回りしないと。それから青虫つきますってね。野沢菜は結構いい感じだ、非常に。これもう葉っぱちぎっては鍋に入れみたいな感じで食べれるんじゃないか、炒め物に使ったり、そんな気がする。春菊は怪しいな。本当に発芽率があんまり高くないですね、春菊ってやつは。この多分丸いこの丸い葉っぱは多分雑草で、こっちのシュッとしたやつが多分春菊の葉っぱなんだと思う。初めて見るからわからないんだけれど、ね、多分これが春菊だと思うんだけど、あの辺全然生えてないもんね、こう見ると。うん、苦戦しそうだ。分け木はいい感じ。ナスは今年本当ダメだな立ち直りそうな気配すらないな。もっとこうバーッとなんていうかな、バーッとね、なってないです。で茎ブロッコリーもちょっとね、毎日一応見回りを。これやばいな、おるわ、これおるわ。葉っぱがねえなと思ったら食われてるな。ほい、殺すでもなく、殺すでもなく生かすでもなく、葉っぱがねえなと思ったらやっぱり、あ、これもいますね、青虫が。この時期にさ成虫になったからって、あなたたち青虫さんたちは大空を飛び回れんのかってね。あ、これにもまだいますね。ポイポイっと、知らない。ネットをしないんだったらもうこまめにね、こまめに見回りするしかない。 OK、 よし、今日のところはこれでおしまい。これもね、小さい家庭菜園だからできることはね、大きい場所だったらネットした方が絶対効率がいい。はい、ということでアザラシの175日目でした。特に動きなし。